プレーナンバー4の39立川セカンドダウン残り1ヤード。もう今スタート。アリーも一緒に。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、長野ブルーパース0点、立川ファルコンズ21点で立川ファルコンズの勝利。立川ファルコンズ日本一確定です。宮崎は昨日飲んでました。あの宮崎さんは昨日口説いてました。あ、相変わらずです。キャバクラに行って。キャバクラで。おわかり、それは内緒にしといて。独身だからね。手は一緒にしといて。皆さんゴミはちゃんと朝で抱えましょう。綺麗に。すいません、皆さん、お手元に。はい。回収タオル回収。いや、回収じゃない。回さないけど。回収じゃない。回収されるから回収しなくていいよ。回収しなくていい。じゃあ来年の時も。じゃあ映像から持って帰って。いい？来年の時も持って帰って。持って帰る。また持ってくる。全員飲んだ。無理から。無駄して。10年ぶりだよ。第25回選手権優勝は立川ファルコンズです。回せ回せ。全国ソフトボール協会会長、手島11より優勝カップが授与されます。知ってるから言うんですよ。活躍したからですよ。活躍した調子してあげてくださいよ。優勝いたしました。あれがもめても変わりますよ。川合さんね、なんかベストディフェンスぐらい悪いと優勝の手が利用されます。川合さんね、それ川合さんに上げる。優勝されました立川ファルコンズに今一度拍手をお願いします。準優勝の長野ブルーパークは株式会社ケミクラブ大沢各様より盾が授与されます。飲んでないし。
もういった続きまして、個人賞の表彰です。個人賞、先田中、ゆうき様よりトロフィーが贈られます。
これ1万円の話。抜いただろ。抜けます。一万円だっけ？抜いた。2000円ぐらいやってます。マジですか？二万円入れてたもん。宮崎さん5000円ですよ。じゃあみんな出そう。みんなもっと出そう。それみんな河合さん持ってくるんですか？会社一人で行くからちょっと こうの前だよ。じゃあそれぞれそれぞれ野村賞の宮崎賞の一茂山下で何言ってるんですか。右目が決まっちゃった。ルミニーは自らのランでルミタッチダンを上げました。めっちゃ美味しいじゃないですか。松田ワルコンズ背番号2番松田選手。松田皆様ありがとうございました。